今日は、メルカリで盆栽を買ってみて、一応まあ職人である僕がそれを手入れしてみて、それがいくらで売れるのかっていうのをやってみたいと思います。心拍、え、なんで心拍なんですか？心拍だったら、今はまあ夏なんですけど、まあ、仕事がしやすいっていうのはあるんですよね。針金をかけてこう形を作る作業が多分一番分かりやすいと思うんですよね。あ、こういうちょっとこうシャリっていう、まあ、白骨化してる部分がある木だとイメージが湧きやすいかな。まあ、こういうのでも幹の形とか個性がある方が多分見てても面白いと思うし、僕もやってて面白いし勉強になるんで。どれぐらいのを買ってどれぐらいを目指すみたいなのってあるんですか？いやあんまり高いのは多分ハードル高いんで、1万ぐらいの買って倍以上にできたら万々歳です ね。こういうのも好きなんですけどね、個人的には。形がすでにこうなんか出来上がってても手入れする余地はあるんですか？全然あります。これとかだとすごくこう、まあ、まだボサボサしてる状態、これみたいに棚を作っていく作業っていうのは僕らその針金をかけてやるんですけど、そういう風にするとこうキュッと引き締まってすごくこう見応えがあるというか、見た時にあ綺麗だなって思えるような。いいのあります、ね、僕のその腕にも関係してるじゃないですか僕がやって売るわけですもんね、やっぱ最初のこれかな。それだとまだこう形が想像できるみたいな感じ。そうですね、カーソルでこう動かしてるこれ天神、枝が白骨化してる部分なんですけど、もうこの段階でちょっと、まあ、個性があるんで割とイメージはしやすいかなと思います。この神の部分をちょっと綺麗にする。じゃあそれ買ってもし値段下がったら、はい、どうします？それトシさんの自腹ですよそうですね、そうですね、まあ、売れたらいいよ、はい、売れたらだ、それはもう頑張りますよ。そうなったら頑張ります、まあ、職人なんで。そうですね、はい、見習いといえども職人の。じゃあ買ってみます。届きました。メルカリですか？メルカリのやつちょっと開けてみましょうか。そういう箱で届くの。さあじゃん。おお。あ、こっち正面だ。メルカリでこういった盆栽を買うのは？いや、初めてですよ。はい。あ、いいじゃないですか。そんな安くなったらプロやめないか。やばいっす。まさか。まさか YouTube を始めて弟子をクビになってしまう1万2800円の心拍、はい、これとこれもちょっと綺麗にして、今から作業を始めて、はい、また何日後かですかね。そうですね、売れるとしたら。そうですね。なんかどういう風にしていこうとかあります？ここら辺下げて、これどうすかね、ボスにも相談します。はい難易度的にはもう腕次第で、まあ、でも素材が素材やけん、そこまでなそこまでそら何十万もでもない。ああそうですね。でもええよ材料的に。はい、ありがとうございます。どうした、これをいくらで売る目標？1万2800円ですよね。1万2800円です。2万にはなってほしいですよね、最低。最低2万、はい、じゃあそれでちょっと作業してみてください。頑張ります。まずじゃあ届いたらやるべきことみたいな。じゃあまずこれ今届いたばっかで開けたばっかなんですけど、出品者さんが結構ちゃんとしっかり梱包してくれたので表面は水分ある感じなんですけど、一応ちょっと水をたっぷりあげます。買って届いたらとにかくすぐに一回水をあげてください。もう頭からバーッと、よっしゃ、この感じでもうたっぷり水をあげてください。作業しましょう、はい、じゃあそれでは早速形を作っていきたいと思います。メルカリで買った時は
多分こっちを正面にしたと思うんですけど、僕はこっちを正面にして、で少しこう倒す感じですね。倒して形を作っていこうかなと思います。なんでそっちの方がいいですか？こっちだとこのまず天神陣がこう見えるっていうのと、くねって曲がってるんですけど、これがより際立つ、この木の個性が出ると思うので、こっちにしようと思います。角度はこんな感じで、ここ頭ですね、ここ頭にして作ろうと思います。陣も3本あるんですけど、こっちを正面にした時にこの1本はいらないかなと思うので、この2本だけで十分活かせるのかなっていうのと、この陣がすごくこう動きがあって面白いので、こっちを残した方がいいかなと思うので。陣の形がいい場合は残しておくわけですか？そうですね、陣の形が良ければ残します。ということで、やっていきたいと思います。正面はこんな感じです。さっき言ってた陣は、この陣をちょっと短くします。この感じのワイヤーブラシで幹を磨きます。はい、こんな感じになりました。次はこの機械を使ってシャリを磨いていきます。はい、それではこういうちょっと茶色くなっている部分、シャリなんですけど、ここを白くしたいので、石灰溶合剤という液体を塗っていきます。これが臭いので外でやります。石灰溶合剤塗り終わりました。こんな感じで白くなってます。で次なんですけど、このラフィアというものを枝に巻いていこうと思います。このラフィアは太い枝とか強く曲げる枝に巻くんですけど、強く曲げても折りにくくする、実際に巻いてみます。それじゃあラフィア巻き終わりましたので、ここから針金をかけていきたいと思います。はい、針金かけ終了しました。元はこういう形で正面があったんですけど、僕はこっちの向きで、かつこんな感じで角度をつけて針金かけてます。で今度はこの角度のままこの鉢に植えます。あ、その鉢で植え替えし直すんですか？そうですね、もう少し小さいのでもいいかとは思うんですけど、今あんまり植え替えの時期でもないので、小さいのにするとやっぱ根っこを落とさなくちゃいけないんで、この鉢にしようかなと思います。やっぱ斜めの方がかっこいいですか？斜めの方がかっこいいですね。最初ここいるかなと思ったんですけど、ここをトップにして残して、でこうして、まあ、こういう三角形を作ろうかな、こうなってるかな三角形を作ろうかなっていう構想。網は一応付け直します。なんで？一回抜いちゃって、これそもそも逆に貼ってあったんですよ、網が。裏表って、まあ、網あるけど、なんか、はい、そんなに違うもの？いや、そんなないですけど、気分的なもんもありますからね。で僕はやっぱ新しく付け替えたいですね。
今年さん今針金掛けしてるじゃないですか、はい、で売るやんか、はい、売った後買った人はどうするの？そのままキープしていただいて、いずれこう食い込む時はやっぱ木が成長するから、その前にはできれば取ってほしいんですよ。 どれぐらい後に2年？2年？いや2年もかかんないかもしれないですね。で外しちゃっていい？で外しちゃっていいです。そしたらもう形はもう大体もうできちゃってるんで。はい、植え替え終わりました。これ元は、これぐらいだったかな。これをこういうふうに倒して植えてます。植え替えしたので、まあ、1週間養生してそれから出品してみたいと思います。というわけでこちらの心拍植え替えから1ヶ月ぐらい経ったのでもう出品できるので、今日実際にヤフオクに出品してみたいと思います。このままでもいいんですけど、ここに苔を貼るとよりこう綺麗になるので、商品を見た人もあ綺麗だなと思ってもらえると思うので、これ苔をまずは貼ってそれから出品したいと思います。トシさん、苔ってどっから取ってくるんですか？苔は今盆栽にくっついてる苔があるんで、それから取ってこようかなと思ってます。あ、違う盆栽の苔を取る、はい、苔だけでも売ってるんですか？売ってますね。苔って何でもいいんですか？盆栽でよく使われるのが銀苔とか砂苔って言われてるんですけど、でもやっぱ綺麗だったらまあいいと思うんですよね。なんか道端にある苔でもいい？ああ、はい、それでもいいと思います。今日は盆栽の剥がすんですか？はい、はい、じゃあ取りに行きましょう。はい、じゃあ実際行きましょうか。ちなみに僕が苔張りで先生がいるんですけど、はい、あれです。どれですか？山？え？山？はい、ちょっとよくわからないですけど、山ってこう輪郭はあるじゃないですか、はい、だけど真っ平らじゃないじゃないですか、山の斜面って、はい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 、こうボコボコってなってちょっと色もこう全部統一じゃない。あ、なるほど。同じ色じゃない、はいはい、濃い緑があったり薄い緑があったり、はい、それが自然なんですよね。だからああいうのを見てちょっと苔張りに応用するっていう感じです。はい、元気。はい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 、元気。で、よし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 、元気。行きますよ。よし、はい。盆栽畑すごいな。これ全部盆栽でしょう。はい。盆栽っていうか、まあ盆栽になる木です、ね。盆栽、あ、盆栽っていうか盆栽になる木。はい。あそこびっちりついてる。ああいう苔でも。でもいいですよ。でもいいですか。はい。こういうのこそこそぎ取るみたいな。はい。ちょっとほら、結構綺麗。今日は盆栽についてるやつを剥がす。はい。あれ、ちょっとかわいい。ワンじゃない。覗く丸。はい、丸。びっくりした。ちゃんとして急に構えて。なんでじっとしてんねん。嬉しいな。嬉しいな。嬉しいな。お前嬉しいな。お前嬉しい。ほら、ここにいっぱいある。こういう苔。はい。こういう苔すっごい綺麗ね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。うん。特に水あげた直後だから綺麗なんですよ。これを剥がす。これを剥がす。可愛いけど剥がすね。はい。これあのボスから剥がしていいよって言われたんで。あ、じゃあ。使う分だけ剥がします。なんか道具がいるんですか。ヘラみたいなのがあるんですよね。うん。持ってきました。はい。じゃあそれで取ります。はい。いや、じゃあそれはヘラではないと思う。はい。マイナスドライバーなんですけど。はい。なかったですヘラが。下からこうこういう風に取れれば、あ、取れます。もうデコボコになってるじゃないですか。え、表面が ちょっと表面が、はい、あんまそれ崩したくはないですよね、自然だから。これが、なるほど、なるほど。じゃあ戻りましょうか。はい、はい、じゃあ苔取ってきたのでこれを貼っていきます。僕は細かくするんですけど、こういう風に、これあんまハサミでやるとすごく人工的になっちゃうんですよ。直線で切れちゃうんで、だからなるべくこう手でこうちぎった方がいいと思います。裏の土とか、まあ、根っこが多かったらこれ落としてもいいんですけど、
あまり薄すぎると疎水性がなくなっちゃうので、すぐに弱ってしまうと思います。こう貼っていけばグッと押し付ける感じですか。で、それも注意点なんですけど、これ横から見てもらうと分かると思うんですけど、こう歯がこう立ってるじゃないですか、はい、これグッと押し付けると潰れちゃうんですよね。 あんまりこう上からギュッて押さえつけるよりかは、歯が立ってる状態を意識した方がいいと思います。貼るって言っても乗せるだけ、まあ、若干こうやっぱ押さえつけますね。押さえつけるけど、やっぱりこの歯はちゃんと立たせた方がいいと思います。苔貼りも職人さんがする仕事の一つですか。そうですね、あの展示会とかあるじゃないですか、はい、そういう時にはやっぱ苔貼った方が綺麗なんで貼りますよね、苔。あまりちょっとこれ苔が乾いてたからかもしれないですけど、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください。修行不足じゃないですか、これは。やばいです、3年ぶりぐらいの苔貼ったんですけど、あまりにもこう境目がこうなんかくっきりしちゃう時があるんですよ、うんうんうん、この間が茶色くて、うんうん、なんかそれちょっと嫌なんで、もうぴったりこう緑色の部分がくっつくように、ちょっとこうちゃんと押し付けないとですね、こう苔同士をグッと。悪い例がくっきりこう境目が見えてるじゃないですか、はい、もうちょいクッと近づけると。なるほど、はい、じゃあ苔貼り終わったので、この後は出品用の写真を撮りたいと思います。この方がいいですか。なんか台の選び方ってあるんですか。台が薄かったらほら木が貧弱に見えるやん。鉢と一緒ですね、うん、これゆうすけさんいくら出てそうですか。3号ぐらい。おお。打った打った。1万5000円3000、2000円ぐらいしか上がってない。1万2800円で買ったんです。はい、じゃあ写真撮れたので今から出品していきます。どこに出品する感じですか。ヤフオクですかね。ヤフオク、はい。何円からします。1000円ですかね。あ、1000円スタートで。あ、そうですね。で1000円スタートで、はい。じゃあ、あとで1週間で1週間。じゃあトシさんはあれですよ、出品したらもういくらになってるか見ないでください。はい、あの17まで秘密なんで。こっそり見たら。こっそり見たらどうします。こっそり、まあ、陣とかそうなんですか。都市を陣にするか波紋ですよ。じゃあ見ないです。はい、まあ見ないでください。はい、はい、じゃあ出品していきます。じゃあ出品完了したので、あと1週間待ちましょう。